皆さんこんにちは、宇佐美です。今日はですね、郵便受けにこんなものが入っていたんで、ピザ半額、お得なのでこれを注文してみたいと思います。ピザポケットのピザが届きましたので、今から食べていきます。その前に血糖値を測ってみたいと思います。98ですね。では食べて30分後、1時間後、90分後ぐらいを測ってみたいと思います。いただきます。撮影してると落ち着かないんで、ゆっくり食べてみたいと思います。ピザを食べて30分経ちました。ピザ注文するときにですね、モッツァレラチーズ増量するのは絶対にありですね。めっちゃ美味しくなります。血糖値がそんなに上がらなかったらまた注文して食べたいぐらいなんですけれども、どうでしょう。測ります。いて、上がりましたね。149。1時間後また測ってみたいと思います。ピザを食べて血糖値が結構上がりました。さあ、食後1時間なんですけれども、血糖値がちょっと落ち着いててくれると嬉しいと思うんですけれども、測ってみます。いて、56。まあちょっと上がってきましたね。これから先も上がりそうな気がしますので、プロレス流のヒンズスクワットでもやろうかなと思っています。ピザ半額の誘惑に負けてですね、チーズ増量した上でピザを食べてしまいました。だから案の定ね、ご覧のように血糖値めちゃ上がってるんですけれども、次にまたね、血糖値上がるんですけど、このままだとめちゃ上がるってことが分かったんで、スクワットをしたいと思います。プロレス流のね、参ったな。健康体の妻が同じ量のピザを食べて測ったんですけれども、確かにね、30分後には同じように上がっていくんですよ。で、1時間後そっからね、ぐんと下がっていく。それがやっぱり健康体なんだなって僕は思い知りました。ということで、スクワットをやります。みんな頑張ろうということでやります。20 30 100なんですけれども、中学校の時僕柔道部に入ってて、柔道部ってね、数を数える時にどうなんだろうな、今の柔道部まともにちゃんと 1,2 って数えてんのかな。昔の柔道部ってね、何言ってるか分かんないよね。あの時は先輩たちがそうしてたから、あ、そんなもんならなと思ったけれども、道場の方ではね、そんな数の数え方しませんでしたよ。ということで、今100回スクワットしましたけれども、はい、ワイドスクワットします。足をちょっと広げます。広げて同じようにスクワットしていきます。いきます。じゃないなんであんな言い方するんだろう。はい、やります。はい、90。あとちょっとだ、頑張ろう。はい、スクワット200回しました。あとちょっとして血糖値を測ってみます。ではまた。ピザを食べて60分経ったら156まで上がりましたので、スクワットを200回しました。食後90分経ちましたので、血糖値をもう一回測ってみたいと思います。スクワットの効果があるといいな。下がった、下がりましたよ皆さんやった。念のためあと30分後にもう一回測ってみます。プロレス流のスクワットをして137まで落ちました。さて、ピザを食べて120分、結果はどうでしょう。血糖値測ってみます。126ですね。だいぶ下がってきました。ピザという明らかにこう血糖値が上がりそうな食べ物を食べても、まあなんとか食べた後に一生懸命運動したら少しは血糖値が落ち着くんだなと思いました。まあ個人的な感想で、血糖値にはその人の体質がありますので一概には言えないと思います。参考程度にしておいてください。それではコメントとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。評価はグッドでもバッドでもどちらでも。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では。